お前はエスケなのか？エスケ？違う。これはもっと別の。こいつが黒幕か。あー、これがラスボス戦？いやー、勝てるかな。せっかくエスケに勝ったんだけど。回復してね、やべえ。じゃあどうしよう、まず。まあ、ディフェンスアップで。ちょっと、ガードしとこう。怖い。で、新規1点からの予防の心で、ちいちゃん。ちいちゃんも状態異常かかってたよね。攻撃アップしとくか。で、ガード。俺が、マジカルマン。マジカルマン誰だろう。アミちゃんかな？ TP みんな少ないから。騎士回線のやつ多分使えるまで、かなり時間かかる。BGM かっこいい！いいね、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 いいね。こいつ誰なんだよ？急に出てきたけどさ、最後の最後に。誰なんだよ、こいつは。はい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 。OK。状態異常は解いて、予防もできて、そして、ディフェンスアップもかけて、攻撃もアップさせたと。こっからちょっと立ち直していきたいな。別脚でガード。葵ちゃんが、陽動欲しいね、今ちょっと。ガードで。どうしようね。相手、物理無効か。飲み酔いガード。で、マジカルマンを、ちょっと自分にかけて。この4人目は正直ありがたいな。3人だと、きついもんな。お、俺強いな。60しか食らってない。俺硬いな。いいよ。葵ちゃん、まなみちゃんがやばいな。かげえ。物理無効解除。で、回復するけど、あー、減ってるな。6万。いやー、強いですね。6万か。長引きそう、めっちゃ。MP はみんな大丈夫だね。熱脚かな、ガードして、応援団使っとくか。回復で、じいちゃん、レッドアイ打っとくべきか、 TP 貯めるべきか。攻撃しないことにはでも始まんないからな。釣り向こう溶けてる。レッドアイ使っとくか。ガード、これは、ディフェンス下げてみる？あ、でも、レッドアイで下がるかな。マジカルマンをみんなにかけとくか。ね、そうしよう。まあ、これあるとないとちょっと違うでしょ、多分。で、プラス応援団もあるし。自動回復やめて。花粉からやめてくれ。まあ、でも一旦豚に使ってくれたな。一回かけてくれ。どんどんどん。1200回復しちゃう。強いなぁ、強いな、強いな。コウスケ来てほしいなぁ。どうしよう、城塞かな。あとで、どうすかな。予防ガードで、じいちゃんレッドは打ったから、あー、固めた。攻撃ガード、いや、攻撃しよう。で、俺じいちゃんに一応かけといてもいいかな。マジカルマンほい。予防して、ディフェンス下がる？大丈夫か？いやー、攻撃力が怖いなぁ。いくら、800、800、いいな。何だっけ？詳細。OK、ディフェンスアップして。1200ね、一旦回復されるから。いやー、減らねえなー。
全然減らねえ。そしたら滅却かな。滅却ガード、いや、あーガードしてるか、怖いな。で、応援団ガード、じいちゃんが、アタック、攻撃力カップがなくなってるから、これで攻撃だ。これこれはまなみちゃんの自動回復がなくなってるね。一応そうだね、もう一回かけたんだ。もう一回やるか、どうしよう、もう一回やるか。ちょっと安定してきた感があるんで攻めてもいいかな。ちょっとずつ領土ガードで攻撃でいくか。で、これか、これはねマジカルマッチかな。一応46000、46000、高い。状態異常しかついてないから、スプレッドシフトでも打っとくか。優を回復できるし、あえてスリップ状、スリップにはなんないか。一応状態異常防止がついてるから、これと滅却にしとくか。で、葵ちゃん応援団かな。じいちゃん、渇望攻撃で、どうしよう、攻撃とか、自動回復か、久しぶりに。お、3回復してくれたね、ありがたいね。攻撃アップで、ドン、オッケー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 、45000。よし、でいくつだ、38000。おお、3万台来たね。いい、スプレッドシフトはあんまり意味ないことが分かったから使わなくていいや。TP 爆上げ装置とかしたまなみちゃんをしてあげよう。滅却とディフェンスアップか。一応先に仕掛けて滅却で、で、葵ちゃんの回復ガードで、じいちゃん攻撃、状態異常、異常星解けてるね、いいね。多分すぐ解けてきちゃうけど、そしたら一旦ちょっとかけさせてほしい、念のため。はい、そして、あー早いね、状態上申し上げて攻撃はしてこない、いいですね。あともうちょいかな、半分ぐらいいったね。そしたら、飛び切るで、ディフェンスアップかけておきます。で、予防かけとくか、かけときましょう。ガード。で、コンキャップと、攻撃でいくか。で、これも攻撃でいく。あー、両サイズか。で、攻撃でした。ジェリブ。久々に来たわ。
エンダーカードで、どうしようかな。いや、ここはそうだな、攻撃カードで意志の弓矢、これ神社に行っちゃうとこ。TP 余裕があるからな。信念を貫いた。へえ、ここ俺の選択一個も出てくるな。あなたが大切にしているものは何ですか。これ信念を貫いた。このへえすごいね、出てくるかな。テキストで感情を受けたでもなかった。お、いいですね、いいですね。沼釣ってくればありがたいんだけど、まあ、いけるまだわ。よし、OK、OK、いいよ、いいよ、500、500、いいですね。これ攻撃で、お、いい、攻撃しててよかったな。沼しかしてこなかったで、TP が真奈美さん100に戻って、いいですね。ここで、お、1問切った。よし、9972、9972です。いいよ。そしたら、で、ドン。バックバック。で、おきの900。いいね。さあ、やってよ。シュフーンかけて。スキル封印がまず強かったな。相手何もできてない。悩み。いいよ。まあ、聞きません。ありがとうございます。で、あ、ここなんだっけ、スリム自動回復か。850、いつの間にこんな減ってた。やばい、この何ターンかの状態以上のおかげで多分ここまでこっちの優勢が続いたんだと思うけど、850すぐ終わるよ。そしたらどうしよう、異常防止まだかかってないからベルトに落としていいんじゃない。ほんで一応デュー、あ、いや、もう攻撃でいいや。攻撃中くらいのガードで、じいちゃんバフかけて、レッドアイ使っちゃっ、いや、攻撃で普通に足りるわ。850じゃん。で、しかもこいつの攻撃で終わるんだな。バフとかいらねえんだ。はい、終わり。これで終わりでしょ。やった、俺とどめでさせてもらったわ。テクニカルマ。なんか、俺の攻撃がラストってのも、考えものだな、なんかな。ありがとうございます。アイテム入手、因果に当たらすものの証。エスケ、ごめんね。戻ろうか。ゴースケはどうなっちゃうのこれ。結局、生き返る感じ。あ、動ける。三人だ。あの、99レベルだし。あ、エースケの残骸。残死。うわ、俺はエースケの最後の両親ってことでやってたのか、今まで。そういうことでいいのか。なるほど。はぁ、あ、はぁ、あ。さすがにもうボス戦ないよな。回復しなくていいよ。こっちに何か落ちてる。アクトプラス。こっちは何だろう。あるかな。あ、こっち行けないわ。じゃあちょっと手に入れたものだけ見ていくか。スキルソウル。アクトプラス。戦闘中の行動回数が1回増える。これか！俺が言ってた。行動回数のやつは超強いじゃん。で、テクニカルマ、攻撃回数が一旦一回増え、ターン経過によって TP が3増加、強っ。テクニカルだわ、それは。え、強い。こっからそうだな、だんだん強くなってくんだよな、装備スキルとか、あ、スキルソウルとか。で、ゴーストークとか入ったっけ。
これか。因果に当たらすものの証。不思議な光をまとっている。どっかで使うのかな。これだけかな。よし。じゃあこれどこに行ったらいいんだろう。天気すごい晴れたけどさ、これで解決したことになるのか。SOS。戻っていいのか。お、マナミたちはいつもの場所に戻った。エスケの力が消え去ったことで、狭間の世界に呼ばれてしまった聖者たちは、現世に戻ることができるようになった。見慣れた街に向かって無邪気な顔で走っていく子供たち。困惑の表情を浮かべたまま、現実へと戻っていく大人たち。名残惜しそうに立ち止まり、別れを惜しむように振り返る者。あ、あれ？これコウスケだよね。わ！因果にあだなす者。と、俺がいる。俺はなんだ？あのパーティーから抜けてこっちに戻ってきたのか。あれ？誰もいない。こいつらしかいない。このメタ発言満載のこいつらしかいない。こっち行ける？あ、行けない。聖者はこの先に踏み出すことができない。だってもう完璧生き返ってんだ。こっちは、ああ、じゃあもうセーブして上に行くって感じ。ちょっとセーブしますね。あれ、セーブできない。じゃあもう上に行くしかねえじゃん。ああ、3人、じいちゃん、葵ちゃん、まなみ、行っちゃうのか？行っちゃうのか、三人とも。うわぁ。兄貴、まだいたんだね。よかった。やばい、なんか、お別れなのか。葵ちゃん、俺。このすけ、お前がいるべき場所はここじゃない。帰るべき家、帰るべき日常があるんだ。暗い！暗すぎるぞ、このすけ。いやいやいや、泣けるよ。こういう時は素直に泣いていいんじゃないの、じいちゃん。喜ぶもんなのかな。複雑だよな。こういう時は素直に喜んでいいんだよ、じいちゃん。俺たちもそろそろ進むべき時が来たようだな。お別れ、ちょっと寂しいけど。一緒にいろんなところ行ったり遊んでくれてありがとう。またね。あー、やだ。別れたくない。妹分じゃないか。またね。いや、言いたくないけどな。みんなと幸多き事実よな。振り向かず行くのだぞ。もう一人の君もな。俺のことか。ありがとう。俺のこともちゃんと見ててくれたのか、じいちゃん。優しすぎる。ありがとう、どうぞ、クラノスケ。じいちゃんだろ。じいちゃん、ありがとう。前を向いて歩いて行ってよね。私たちも、そうやって行くからさ。まなみ、やべえ。みんなとまだいたいんだけど。もう、何これ、何この最後にちょっと。ねえ、まなって呼んじゃうだけ、ちょっと。ずるすぎだろ。学び、さよならまだ、どっちがいいんだろう。エースケくんの残滓をちょっとね、優先させてあげる。お前はなんで、なんでしてみる。バイバイ。葵たちのこと忘れないでね。達者だな。うわぁ、ありがとう。3人は光に包まれて消えた。旅立ったようだ。あー、いなくなっちゃった。動ける。やだよ、別れたくねえ、マジで。みんな大好きなんだからよ。そしたら戻ればいいのか、こっち。あー、現世に戻帰るって出てきたわ。じゃあ行くか。お、これ喋れんじゃない。おわー、生き返っとる。不思議な顔で動く。そうだよね、海から出てきたんだもんな。モーセのごとく。へぇ。
目の前の現実を確かめたくて、気づけば君を返していた。ああ、綺麗な空だな。ふと見上げた空には、綺麗な虹の輪ができていた。いいね、このなんか。なんか死んだ時はさ、夕方、夕暮れから出てきて、この普通に聖者に戻った時は、綺麗な青空から出てくるっていう。の。おい、泣かせに来てんだろこれ、音楽泣かせに来てんだろこれ、泣くぞ俺。あ、レイスケのお墓か、ここに建てたんだね。ああ、エースケよ、お前は、お前も無事になんか成仏できたのかな。ああ、よかったよかったよかった、ほんとよかったよ、救われてな。川越先生も多分喜んでるよ。あ、いつものエリンか、バンドレンズの夜の格好だけど、お前らあれか、忍びで、お忍びで来たのか。いい歌だなこれもな、ほんと。あー、いいな、ほんとに。どうしたこれ、みんなでまなみちゃんにあれかな、俺たちも頑張るよみたいな感じで4人で言ってんのかな。あー、コウスケだけ最後に撮って、もう一度。あお前ら、お前らやめてくれ、その演出は。あー、あいやー、俺これ見るのさ2回目なんだけどさ。なんだろう、2回見ても感動するっていうか。あー、これみんなで撮った写真か、ラスターしか写ってないやつね。あ、止まったか、大丈夫か。はあ、いいゲームだなほんと。あー、なんかごめん、パソコンが調子悪い、多分止まったりしてるから、だから変なの映ってるけど、この白い綿毛みたいなモヤモヤはこれ雪なのか、なんだろう、綿毛なのか。綿毛なわけないよな、10月だもんな。雪降ってんのこれ、白いふわふわしたやつ。あー、今まで行った場所が映ってくるのかな、これで。あー、公園、学校、学校いろんなやつ行って面白かったな。ね、あの藤原氏は最後まで強烈なヒップアップとしてあの世に召されたけど、あの、あの世に召されてはいないけどね、終わったけど。東雲山、まあ、これまだ行けそうなとこあるよね。東雲山のあの洞窟の奥とか、社会派商店。土屋さんもいい人だったな。長生きしてほしい。電車。あー、国立公園だっけ、ここ。じいちゃんに教えてもらってきた場所ね。あ、屋台、これ。この写真出んの初めてだよね。おー、すごい。ちゃんと用意してくれてるんだね。花火のやつ。ホタルのやつ。これはあったね。みんなで見た。夏の思い出だね。これは旧校舎か。うん。トータルデザイン、夕焼け。ありがとうございます。本当に。いいゲームでした。神ゲーでした。ありがとうございます。スバルイチさん、ありがとうございました。本当に。ス
晴らしいキャラクターを作っているわけ。オリジナルサウンド、渡るさん。いや、本当に、このゲーム、BGM 外れかなかったので、本当に皆さんありがとうございました。いやー、本当にな、これフリーゲームってのが本当信じられないですよ。花の跡。いい歌だな。背景のイラストも綺麗だったしな。最後の最後にマスターだけみたいになっちゃったけど、本当に良かった。このゲームをね、本当みんなに、皆さんに知ってほしくて実況撮ったんですけど、皆さんどうでしたかね。何か心に残るものとかありましたか。メインキャラクター浅野浩介、立花、ジンクラの助、桜の学び。あー、これ全員出るんだ、すげえ。父ちゃん、母ちゃん、姉ちゃん、エースケ、その他、若い刑事、若い刑事もちゃんと名前載せてくれてる。この優しさな。あいつ意外と頭良かったからな。スペシャルサンクス。コウスケたちを導いたあなた。泣かせに来るよ、本当にもう、こんな。俺はただ楽しんでやってただけだから。そんな、そんな。とんでもないですよ。はい。セーブか。じゃ、これ。これで、一応、まあ、終わりなんですけど。コンティニューしてみますか。あんな時と精神ロードする。これどうなんの。あ、普通に4人いるよね。4人いて、あ、因果にあだ名つく。ラスボス倒した時の状態のままここに来た感じかな。じゃあちょっとスケジュールとか見てみる。チェック、日常を取り戻そう。魚介人日記。ああ、これそのままか。これこの後どうなんだっけ。あ、こんな子いたっけ。へえ、マジカルマ、本気出した。こっからね、マジカルマの商品がめっちゃ強くなるんだな、確か。40だっけ。ゴーストーク。裏事情、大人の事情を知るゴーストーク。裏事情。前から思ってたんだけどさ、どうして初めからいいもの売ってくれないの。それだー、それだ、それだー。それはな、出し惜しみだよ、さくらちゃん。いいものは天使としても手放すのが惜しいのさ。使いこなせない人の手には渡ってほしくない。だから相手の力を見定めて物を出す。RPG に力量とかなくね。それ買っちゃえば強くなれるんだからさ。それっぽいこと言ってますけど、本当のところは大人の事情だ。ですよね。うわぁ。ね、大人の事情だよね、最終的にね。はいはい。ちょっと下降りてみますか。ここも変わりなく。ああ、怖えな。そろそろ切るか。ここは昔戦争があった場所らしくてね。たまに負の感情が集まりやすいんだ。たまに遊びで奥に進む者も見るが、中には、ちょっと、あれだな、録画時間めっちゃなくなっちゃったんで、そろそろ一旦切りますね。ゲーム止まっちゃってもよだし。はぁ、あ。いやぁ、ほんといいエンディングだったなぁ。ちょっとこの後多分まだ続くと思うので、いろいろ確認しながらまた次やっていこうかなと思います。お!これなんだ。あ、BGM か。ここでいろいろ聞けるんだね。なるほど。了解。よし、じゃあまた次回で。それでは、お疲れ様でした。一旦切ります。